さて、これからしばらくですね、琵琶湖の話をさらっとしていきたいと思います。はい、このように定置網があって、いろんな魚が取れます。アユも取れますけれども、バスも取れます。この写真、バケツにいっぱい入っている魚、これ実は外来魚だけを回収するバケツです。バケツいっぱい50キロ入ります。で、場合によってはですね、一つの漁港で1日で2トンとか外来魚だけ取れることもありました。最近ではそこまで取れないんですけれども、このように大口バスとブルーギルをうじゃうじゃ取れることもあるわけですね。ということでですね、アユについてはですね、実は外来魚の影響をほとんど受けない魚なんです。琵琶湖といえばアユっていうのはまずね、代名詞のように言われて、一方で琵琶湖は外来魚問題があると、外来魚は魚を食うということで、琵琶湖のアユがブラックバス、ブルーギルに脅かされてるだって言われることがよくあるんですけれども、報道なんかでも気をつけると必ずと言っていいぐらいそういう形で報道されてしまいかねないので、チェックするんですけれども、実は、アユはバスギルの影響をほとんど受けません。なぜかというと、住み場所が違うからです。バスギルっていうのは、琵琶湖の沿岸部にいるんです。岸辺、浅いところ。で、それに対してアユというのは沖合を泳いでます。で、浅いところ、バスとかギルがいる浅いところは一時的に通り過ぎて、すぐに川に登ってしまいます。だから、夏場にセミっていうのはものすごくたくさん一瞬増えますよね。で、セミを食べるような鳥とか獣はいますけれども、たくさんいすぎてセミは食われ、ね、ほとんど食い尽くされないどころか、ほとんどたくさんいる状態がから減ってるのがわからないぐらいたくさんい続けますけど、あれはセミというのが一時期にしかいないからですよね。だから、セミを食べたい生き物がいるとしても、それが食べられても、全然食べる量が追いつかないんですよね。だからセミというのは、たくさん、うじゃうじゃいてくれる、いる状態が続くわけです。ね、で、アユも そんな感じで、春先にですね、成長の早いやつはどんどん川を登っていきますし、今の時期、もうすぐね、今、アユがそろそろ禁漁になりますけども、アユもですね、これからどんどん琵琶湖で育てたアユがですね、川をどんどん登っていくんですけれども、その時にバスのお腹開けたアユだらけです。確かにものすごく大変です。でも、それによってアユが影響を受けるほど少ないかと、そうじゃないんですね。アユの量ってそれよりはるかに桁違いに多いのが、一時にダーッと来るので、バスは大喜びで腹いっぱいになるけれども、それでもアユはほとんど影響を受けないまま川へ登ることができるということですね。はい、ということで、アユはあまり影響を受けません。でも影響を受ける魚たちが実際にいるわけです。80年代の琵琶湖ですね。このようにですね、外来魚がどんどん増えてきて、バス騒動が起こりました。で、突然、昭和の58年、1983年、大口バスが琵琶湖の沿岸で増え始めました。で、これはあかんわということでですね、で、あとは潜ってみてもこのようにですね、湖の中はバスギルだらけです。で、実際、琵琶湖の沿岸性の魚、要は琵琶湖の沿岸部にいる魚、だから、アユは除いてます。ね、沖合にいる魚、アユとかワカサギを除いてますけれども、それで沿岸域の魚たちをだけ集めて、漁獲量をですね、合計したものですけれども、このようにですね、バスが増え始めて83年ぐらい、80年代の頭からですね、で、その後90年代に入るとブルーギルが増え始めるんですけれども、ずっと減り続けてますよね。だから、琵琶湖でバスが増えてギルが増えるという、そういうイベントが起こる中で、沿岸域の魚たちはどんどん減っていっているというのがエビデンスの一つです。次、二つ目。沿岸域の調査で、ここに挙げた一文字タナゴとかカワウとモロコ、どちらもですね、絶滅危惧種だったり、法律や条例の指定種だったりするんですけれども、これらがですね、琵琶湖の中では、かつてバスが増えるまでには普通に見られてたんですけれども、バスが増えた後は全く見られなくなってですね、湖の中では絶滅したんじゃないかと言われています。このような例もあるということですね。で、次の例としてこれです。琵琶湖の南端部、ね、琵琶湖文化館というかつて、ね、水族館だった施設があるんですけど、まあ、そこの水族部門が琵琶湖博物館の水族店長で今やってるわけなんですけれども、当時は、ですね、その琵琶湖の南端部のお城の形をした建物のところで魚を飼ってたわけです。で、そこの魚に餌をやるために職員さんがですね、毎日
琵琶湖の、要はその艦の前で投網を打って魚を取ってたんですね。で、それらがどのような魚が取れていて、それがその後どうなったかということです。で、バスが激増する1980年代の後半の前の75年から85年の記録とですね、バスがむちゃくちゃ増えた後の92年のデータを見比べると、こういうことが分かりました。かつて30種の魚が確認されてたんですけど、そのうち15種はいなくなってしまいました。取れなくなった。9種が減った。合わせて 80% の魚が、80% の種類の魚が減ったりいなくなったりしたわけです。激減ですよね。で、具体的にはこんな魚です。増えた魚もおるんやなと思ってみたら、バスとギルだったりするわけです。で、在来魚で唯一増えてたのがスゴモロコですけど、この後激減します。で、あとですね、バスが増え始めた時にですね、この前畑さんたちはですね、何を食うてるかな、このまま増えたらやばいやんかということで、まだ在来の魚が残っているし、バスがどんどん増えてくる、そういうタイミングでお腹を分けて調べました。その結果、この赤字で示した、アンダーラインで示した魚たちが実際食われているということが分かりました、ね。で、漁獲量がどん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 減っていくとか、あるいは琵琶湖の中で見られなくなって絶滅した魚がいるとか、あるいは同じ場所でこのように激変が起こるとか、いうことから、やはり琵琶湖でバスが増えたことがものすごくこの背後には影響しているんだろうなと思います。あともう一つですね、90年代に入るとですね、今度は県の水産試験場が、このような調査をしました。小型底引き網というね、あるエリアにいる、調査場所にいる魚たちを網で囲って全部取るということだったんです。それはあちこち季節を変えて66回しました。それを全部合計したのがこのグラフです。それを見ると、実はバスとギルが1位、2位だったんですね。他の魚たちを食べるような魚が、元からいた魚たちと同程度にたくさんいるなんてことは非常に厄介なわけでね。だから、両方合わせるとですね、バスが 30% 超えて、ブルーギルが 20% 近くで合わせると、バスとギルだけで 40数%、半分近いんですよね。というようなぐらいに、バスとギルがたくさんいるような状況になっていたということです。でこれはやっぱあかんからということで、外来魚に対してはですね、まあ、ここでいう外来魚というのは、最初の言い回しをと同じような言い方をすれば、侵略的外来魚とあえて呼ばなくちゃいけないようなものかもしれませんけどね。琵琶湖の場合、外来魚というとですね、バスギルイコールでよく言われてしまったりするんで、ここでは外来魚って言ってますけど、まあ、漁業者からとにかく回収するということです。このように先ほどのバケツに入れて、毎日毎日回収してます。ね、では漁師さんたちが、元からいた魚たちを捕まえるために網を仕掛けてて、そこに外来魚がかかるというだけじゃなくって、場合によっては外来魚を専門に取るために漁具をさらに追加して取るということもやってくれたりもしています。それからですね、今度は2003年度からですね、今からちょうど、19年前ですね、ちょうどじゃないかな、来年20周年になるんですけど、釣り人からも回収するシステムを琵琶湖では設けました。レジャー条例という条例の中で、釣った外来魚は琵琶湖へ戻すと、ダメですよと。琵琶湖で戻さないでキープしてください。ただ、持ち帰るのも大変やろうからということで、湖岸にこのようなですね、外来魚回収ボックスを設けました、ね。で。このように外来魚回収ボックスを設けて、そこに外来魚を入れてもらうようなルールを作ったということですね。それから、2012年度からですね、これは今から10年前からですけど、電気ショッカーボート。何かっていうとですね、実は、ボートの先にですね、左右にですね、2本棒が出てます。その先にね、洗濯物を干すタコさんみたいなやつをずっと電極が伸びてるんですけど、それが水に浸ってるわけですね。で、その間に電圧をかけて電流を流すわけです。そうすると、その周りにいる魚たちが気絶します。気絶した魚たちの多くは浮き上がってきたりするわけですね。すごく乱暴ですよね。でも、大事なのは、魚たちは感電死してるんじゃなくって気絶してるのがほとんどだということです。一部はね、運の悪い魚が亡くなったりすることもないことはないんですけども、基本、魚たちは気絶してるだけなので、その中でバスとギルだけを救い取ると。で、その以外の魚、それ以外の魚たちはその場へ残していくということで、在来の魚たちにはできるだけダメージを与えないような形での捕獲をしているということですね。
網で捕まえる方がやっぱり魚たちは傷むので、在来魚が網にかかったりすると、外来魚を取るために網を仕掛けている中で在来魚が引っかかったりすると、その在来魚も場合によっては死んでしまったりすることが多いということなので、できるだけ他の魚に巻き添えの少ない方法として、この電気ショッカーというのが使われるようになったということです。で、最近の傾向ですけども、外来魚の琵琶湖の中にどれぐらいいるかっていう推定量ですね、実際の回収量とグラフ化したものです。駆除対策が、まあ、1999年から強化されるようになって、回収量はまあ右肩上がりで増えていきます。で、釣り人にも協力を求めるレジャー条例というのもできました。そして電気ショッカーボートも導入されました。その結果は右肩下がりで、琵琶湖博物館のレストランではですね、バスバーガーが食べられなくなってしまいました。大きなバスが取れなくなっていたからです。残念ながらね。で、ブルーギルがどんどん最近ここ数年減ってきてます。だから釣り大会をやってもブルーギルがむちゃくちゃ普通に釣れてたのがあまり釣れたくなってきて、釣り大会も面白くないねなんていう、そんな贅沢な悩みも出るようになってきてですね、まあ順調にも減ってきてるということですね。で、今ですね、琵琶湖放送っていうのが今年開局50周年なんですね。で、あの頃と今というですね、今の環境問題をですね、その経緯をなぞりながら紹介するビデオ番組をですね、YouTube でアップしてくれてますので、あの頃と今というキーワードで、琵琶湖と琵琶湖放送というキーワードで検索してもらうと、外来魚問題を見ることができます。よかったらまた見てください。で、今度はですね、植物の話です。ね、もうだんだん時間がなくなってきたので、植物の話をしたいと思います。まず2007年に水ひまわりという特定外来生物が見つかりました。琵琶湖の南の端っこです。で、この植物ね、水ひまわりってどんな花なんかなと思ったら真っ白毛なんですね。なんでひまわりやねんってよく言われまして、私も分かりませんでしたけど、植物の偉い方に聞くと、葉っぱがひまわりの葉っぱに似てるそうです。よく知りません。で、この水ひまわりはですね、秋にも花が咲いていると。ね、初夏ぐらいから咲き始めてすごくいい匂いがする花でですね、秋は花が少ない時期でですね、この浅木マダラっていうのね、皆さんご存知で最近分かってきたことですけど、渡り鳥なんですけどね、秋にこの辺通っていくわけですけれども、その時の休蜜のための蜜源としてこの水ひまわりが非常に向いてますよってことで、あちこち庭先で植えられたりもしてたこともあるんですね。それがこのように水辺に出てですね、増えてしまって問題を起こすからということで、特定外来生物に指定されたという経緯があります。で、この植物厄介なことで、ひまわりみたいな葉っぱかもしれませんけど、この葉っぱの真ん中から根っこが出たりします。葉っぱの断片からでもですね、別の植物が育っていくというわけですね。これやばいやんってことで、研究者らによるボランティアの活動が始まりました。そして、琵琶湖で2007年から問題になったんですけども、先輩格のこの芥川、ね、この下の展示からちょっと聞いてきましたけど、芥川では2001年に初めて発見されて、2006年から駆除作業、ね、琵琶湖よりも先から開始していただいています。そして、現在ではですね、上流部では駆除が完了して、下流部での駆除に移ったということで、しっかり駆除を皆さんでやっていただいて、芥川の上流部では、水ひまわりがなくなったということですので、これはやっぱり非常に、ね、重要な実績だと思いますので、まあ、このような形の対応がされているということで、非常に勇気づけられるわけです。で、相次いで見つかったのは、この長屋鶴のゲートですね。で、これはですね、国際的には世界最悪の侵略的な水生植物だと言われています。世界最悪ですよ。で、これが魚だったら鯉だったりするわけですね、きっと。で、日本にも残念ながら関東地方に広がってたので、2005年最初に特定外来生物が第一次指定されるときに、長屋鶴のゲートも、わずか3種の植物のうち、長屋鶴のゲートと水ひまわりが指定されたということですね。で、これは琵琶湖の今度北部で見つかりました。同じ2007年です、ね。でも、水ひまわりじゃなくて、この長屋鶴のゲート見つかったってこんな状態でした。沼はほとんどが埋まっているような状態です。これやばいんじゃないのってことですね。だからこれは2007年から入ったんじゃなくて、よく調べると2004年の調査から長屋鶴のゲートあるよ、特定外来指定される前から居ついていることが分かりました。で、この長屋鶴のゲートもですね、アクアピアさんでは長屋鶴のゲートバスターズというのをやっておられるということなので、また皆さん方もぜひ、ね、体験してみていただけたら
大変ありがたいなと思います。でそれに続いて現れたのがこの大花水金梅ですね。で琵琶湖ではですね、元あった長い鶴のゲートが増え始めてたんですけど、それに置き換わるような形でどんどん増えていったということですね。要は最強最悪の外来植物よりもの、あの水生植物の水ひま、あ、長い鶴のゲートを押しのけてさらに増えてしまうような、こいつどんな厄介なやつだねんってぐらい大変な植物だということが分かってきました。でこれが2009年に初めて琵琶湖ので確認がされるようになって、まあ、標本なんかで2007年の標本があるということもあるんですけれども、実際面積が分かったデータとして記録され始めたのが2009年です。で場合によってはこれらの植物がですね、水田地帯に入ったりします、ね、海外ではすでに長い鶴のゲートは中国で問題を起こしてますし、大花水金梅もフランスとかイタリアで問題になったりしてます、ね、で日本国内でもね、長い鶴のゲートは千葉県とかですね、大花水金梅は鹿児島県などで問題を起こしているということ で滋賀県でもですね、長い大花が農地に入り出しているので、これはなんとか徹底して駆除していかないかなということなんですね。で、大花も長いもですね、とにかくどんどん成長して水面を覆ってしまいます。で水面の植物が覆うというのはどういうことかというと、その下が酸欠になるということですね。光が当たらなくなるとか、空気と水面との間が触れ合わなくなって植物が邪魔をしてしまうとかね、あるいはさらに植物自体は夜は呼吸しかしませんから、その植物、大量に生えている植物自体も酸素をどんどん吸い取ってしまうというようなこともあってですね、特に夏場はですね、これらの植物の下はほとんど酸素がなくなってしまいますということで、他の生き物が住めなくなるということですね。さらにこの植物は先ほど、水ひまわりで紹介したのは葉っぱの真ん中から根っこが出てましたけど、大花水金梅も長い鶴のゲートも葉っぱの断片とか茎の断片から根っこを出します、ね、ということで分身の術でどんどん増えていってしまうというのが分かりました。だ水のあるところでどんどん広がってしまうということですね。さらにもう一つやっぱり水理不良性なんです。ずっと水生植物として紹介されてきたこれらの植物ですけど、どちらもですね、実は陸上に打ち寄せられて、例えば水位の高いとき、波の強いときに陸上結構高いところに打ち寄せられたとしても、その後水が引いてずっと陸地環境が続いていっても全然枯れずに生え続けてます。すなわち完全に陸生植物として生きていくことができる植物です、ね、ただじゃあなぜ水際に生えるのかっていうと、広がり方が分身の術で広がって水に流されて広がっていくので、そこの広がり方としては水際でしか広がれないということなんですね。だその中でも増水した時に流れ着いたやつとかはですね、かなりレベルの水面から上の方に生えている、陸生植物として生えているというので非常に厄介です。だからこの厄介さはどういうことかというと、例えば飼ったやつを仮置きして処分するとき、乾燥させて処分するときも、乾燥させてもなかなか枯れないとか、あるいは乾燥されてるつもりがそこに根を張ってしまうとか、そんなことが起こりうるわけですね。ということですごく大変なんです。悪影響としましては、先ほど水面が追われて酸欠になっていました。で、まあ、もともと生えた植物が生えているところに生えるわけですから、植物と競合して追いやってしまったり、無酸素にすることによって魚とか生き物、ね、低生動物、貝とかミミズとか住めなくなったりするわけです。このように綺麗な花で覆われていても、その下には地獄絵が広がっているというわけです。さらに、魚群が大花の塊が流れ着いて倒れてしまったりですね、仕掛けられなくなってね、あるいは岸辺が覆われてしまって、魚を取るための罠が仕掛けられなくなってしまったりするわけです。さらに船自体も通られなくなってするわけですね。このように囲まれてしまうと全く身動きが取れなくなってしまいます。こういうことも起こります。さらに、水田地帯に入り込んだりですね、あるいは下流へ広がったりするというようなことがですね、すでに次第に現実化してきているということですね。でこの大花水金梅と長い水鶴のゲートも対策が取られるようになった、2014年にはこのように南湖に非常に広範囲に広がってしまっていたわけです。そして南湖で見るとですね、長い鶴のゲートはこのエングラムですと緑の部分とか色のついた3つの場合、ここの部分ですね、ここの部分が長い鶴のゲート、あとは全部大花ですということで、圧倒的に大花水金梅が多い状態になっていたということですね。
これだけ多くなっているので、このように機械を使ってですね、取っていかなくちゃいけないとか、ね、建設機械ですね。それからこのようなですね、ハーベスターという、これは普通のまあ水草刈り取り船です。水面より下に生えている、藻の仲間を本来取るための刈り取り船なんですけど、これをうまく使いこなすことによって、大花水金梅や長い鶴のゲートも取れるかなということでですね、建設機械は陸上からやってきますから、岸に近いところ、陸からのアプローチで取りますし、今度は船ですから、今度は沖側からのアプローチで取ると。このような両方向からの大規模な、取り除きによって、なんとか減らしていこうとしたわけですね。ところがですね、リバウンドが起こってしまったというわけです。これがですね、橋の上から見た大花水金梅の大規模な群落なんですけども、このようなハーベスター、刈り取り船を使って頑張って取りました。きれいに取ったわけです。ね、でこの基準となる線の外側、見てください。左側です。左側は大花の純群落があったところで、一応純群落まではきちんと取ったわけです。で純群落じゃないところは何が生えているのかというと、もう一種、筑後スズメの木というイネ科の植物が生えている場所だったんです。でその中にも大花が混じっていることは分かってました。ところが、ハーベスターで取るんで、イネ科の植物が生えていると取りきれないわけですよね。ただまあ純粋な群落でもないし、ある程度は再生するかもしれへんけども、とりあえずはまず純粋なところだけ頑張って取っていこうということを優先したので、このように純粋な部分だけを取って、混ざっているところは置いてたわけです。ところが翌年どうなったか。上の写真と下の写真に比べると、ちょっとね、出っ張りが悪いかもしれませんけど、ほぼ戻ってきてます。大花がだからほぼ再生したわけですね。1年間で。前の年何やってたんって話になるわけですよ。これぐらいの再生能力があるから、これはやばいやんということで、結局何をしたかというと、でこの大花とか筑後は混成して取り残してたのから大発生でしたということが分かったので、混成している筑後も一緒に取り除いてきれいにした。こうすることで再生が防がれるようになったということです。ただ、やっぱり流れ着く個体もあればですね、いろいろありますので、巡回監視というのを今してます。それで常にゼロに保つと、ゼロに近い状態で保つということをやっているんですね。これを琵琶湖のかなり広い範囲に広げるようにしています。あ、でも実際このようにリバウンドが起こってしまったというわけですね。一旦ですね、この2014年に機械を導入して、一旦ガクンと減らしたんですけど、初めて減らしたんですけど、その後ドーンと増えてしまったわけです。そのようなリバウンドの原因としてはですね、今申し上げたように、駆除した跡地でもう一度再生が起こったということと、あと、この2013年、対策が始める前の年なんですけど、この年にですね、実は日本で最初に大雨特別警報が出されたのが、京都、滋賀、福井だったんですね。それが2013年の9月の台風でした。でその時には水位が急上昇しましたし、雨がものすごく降ったり、水位が急上昇して、風もかなり吹き荒れたんで、実はこの時にですね、琵琶湖の南湖の大罠があっちこっちに分散したんだろうなというふうに考えられたわけですけども、それが2014年の駆除の機械駆除を積極的に初めて進めた時には、まだ小さな状態だったので、機械駆除をするまでには至らないぐらいの状況だったので、対応しなかったんですが、それがまだ2015年になると、機械駆除が しなくちゃいけないぐらいにまでどんどん成長してきたということもあるわけです。ですから、この2013年の台風によって分散していたものがですね、本格的に増え始めたのが2015年だったということ。そして、せっかく2014年に駆除したところの、駆除した場所のかなり多くの場所で、先ほどの写真にあったような形のリバウンドが見られたという、その2つの理由でですね、実は、もともとこの 4.6 ヘクタールぐらいまで減らしていたところがですね、ほぼ20ヘクタールということでですね、4倍ぐらい増えてしまったんですね。これあかんなということですけども、でそこで私たちが身につけたのが2つの原則です。1つがですね、取り除く際にはできるだけ、機械でどっさり取れたら私たち満足するんです。こんなに取ったわと思うんだけど、機械だけで終わると絶対残ります。ね、で残ったところはまたわーっと出てくるわけですから、機械でがっさり取るときには必ず人の手を使って丁寧に抜き取ることも合わせてやりましょうということで、人力駆除も併用するようにしましょうというのが一つ、それによってできるだけ減らすようにしますというのが一つ目です。考えたらでもそれって当たり前ですよね。で二つ目がなかなか大変なんです。でなぜ二つ目をしなきゃいけないかというと、
いくら丁寧にとっても必ず残ります。だから再生してきます。そしてもう一つ、他のところに生えてくるのは流れついて、そこでまた新しく増えるかもしれない、ね。そういうこともあるので、一旦駆除して、それも人力を併用したからほぼ残ってないやろうというのはその通りなんですけど、やっぱりそのまま放置してしまうと、また再生が起こってしまいますので、駆除した後定期的に巡回監視をするという、アフターケアをすることでですね、再生を防いでいくということです。それで再び増やさないということで、できるだけ減らして、それを再び増やさないというこの2本の柱を、主軸に置くことによってですね、今、琵琶湖では管理可能な状態というのを維持しているというふうにしています。この管理可能な状態ってどういう状態かというと、年の初めにですね、年度の初めに、機械駆除が必要な規模の大きな群落が分散リスクの高いような状態ではない状態。これを、まあ、管理可能な状態という言い方をしています。で、たくさん増えているときには、やっぱりこういうようにですね、非常に分散しやすい場所、まあ、リスクが高いとかですね、船が動けなくなったら困るような港湾っていうのも対策の優先度が高いですし、あと、このように希少種が生えている場所、ね、上に浮かんでいるのが大花ミツキンバイですけど、その下には、タヌキモの仲間が生えているということでですね、このような場所ではやっぱり大花ミツキンバイは、すぐにでも取り除かなきゃいけないということでですね、このような様々なリスクがあるわけですけど、そのリスクの強さ、性質にを配慮した形で、優先的に順番を決めて、優先する順番を決めて、順位をつけて駆除していくということに取り組んできたわけです。でその結果、一番直近の情報ですけれども、リバウンドしてボーンと増えたんですが、その後毎年3年連続で減少してますよね。でその後ずっと横、低密度状態が続いているような、そんな感じです。ね、ですから、今ではこの2つの原則を維持しながら、大規模な駆除というのがほぼ終わった状態で、今や、低密度管理をずっと巡回監視によって続けているというのが今の状態。南湖と北湖における状況、動向ですけれども、このようにですね、特に、南湖の方はですね、大花がむちゃくちゃ多かったわけですけど、それはぐわーっと減ってきているわけです。でそれに対して、南湖の長江とですね、北湖の大花の長江というのはレベルが明らかにそれよりはずっと小さいですよね。ところがここで注意してほしいのは、特に大花水金梅の北湖です。ね、軸がすごく絶対量はすごく少なめなので、なんかあまり問題が起こってないみたいですけど、実はこれを見送らせてよく見ると、平成30年からあとどんどん右肩上がりで増えてます。事故を何倍かすれば、これやっぱり右肩上がりのグラフになるんですね。ということで、北湖の北部の方で大花ミツキンバイが最近次第に広がり始めているということなので、これはできるだけ早く対応を取らなきゃいけないなということで、今、財政と交渉しているところです。で実際、平成27年、2015年度から1年おきにどのように大花ミツキンバイのいる状況が変わってきたかということですけど、最初、むちゃくちゃ多いですよね。それがどんどん減ってきているということが見て取れると思います。そして、それぞれ左の2つはですね、対象エリア、非対象エリアというのは何かというと、年度当初から駆除をする対象に選ばれている場所がどれぐらいあるかというのを示しているわけですけど、左のやつと真ん中左のやつというのは、こういう濃い色の円グラフが残ってますよね。でそういうところは、とにかく年度当初計画で、とにかく機械で駆除していかなきゃいけないなという場所が残ってたことを示します。ところがこちらからはですね、対象エリアがなくなっているんです。非対象エリアしかないということは、年度初めから駆除、機械駆除しなければいけないような大規模群落がなくなったということです、ね。それだけ駆除がどんどん進んできているということなわけですね。で、一番最後に残ったのは実はここでした。ね、ここではどれぐらい入ったか、こんな状態で、こんな状態でした。8000平方メートルぐらいありました。これだけ一面大花ですよね。で、ここで、はい、このハーベスターを使って沖合を取って、岸辺は、ボートでですね、人が乗り込んで、丁寧な取り残しのない取り方をしてもらって、最初にこのようにきれいに、同じアングル、左と右は同じアングルですけど、
きれいに大花がなくなった状態が続いてまして、現在でもこのような状態が続いています。でこのような形でですね、年度初めに最大、非常に大きな群落がある状況っていうのは一応、まあ、抑え込んだわけです。で長屋鶴のゲートもちょっとこれ見ていきますと、今度はですね、もう一つ大きなイベントが琵琶湖はありました。何かというと、平成30年、2018年ですね。台風です。これも9月。関空の連絡橋に担架がぶつかってという話がありましたよね。あの時というのはものすごい恐怖が吹いたのを覚えておられますかね。風が強かったのと、ここ時間がすごく長くて、南風がもう長い時間にわたって吹き続けたんですね。その結果、琵琶湖で何が起こったかというと、琵琶湖の南でガチャガチャ増えてた大花水金梅長屋鶴のゲートが、ものすごい記録的な強風でもって、北へ北へとちぎれて運ばれて、北湖で増えてしまったという状況です。ですから、この北湖のこの丸の数がこれとこれ全然違いますよね。急に増えてるわけです。でこれが、そうですね。長屋鶴のゲートがこのように台風で広がった1年半後に調査したら、このように確実に定着している場所が増えていたということが分かってきて、それがまあ横ばい状態になっているというのが真ん中と右のグラフの比較になります。ね、でここらについても今どんどん対策を取っていかなければならないなということで準備をしているところです。で、このように管理可能な状態っていうんですけれども、まずここまで持ってこれたのはなぜかというと、幸いなことに、機械を使って人力と併用してガンガン取れたっていうのは、水際とか水中の個体なんですよね。それっていうのは、成長はものすごくするけれども、逆に取りやすくもあるわけです。で成長して、なおかつあちらこちらで分散しやすい状態になってしまう。要は、大花水金梅だった葉っぱがどんどんちぎれて、ちぎれて流れていくと。で、長屋鶴のゲートだったら茎がポキポキ折れて、それでやっぱり流れていくということがあるんですけど、流れていこうとする個体のほとんどやっぱり水際とか水中の個体です。ですから、水際とか水中で大規模にあるやつをとにかく取り除きたいんですけど、その取り除く、取り除き方としては、比較的やりやすいんですよね。やりにくいのはじゃあ何かというと、陸上です。さっき水陸両生って言いましたけど、この植物が陸上に入ると途端に駆除むちゃくちゃ大変になります。根っこがものすごくあるとかね。だから今、巡回監視、湖の湖岸、かなり広い範囲やってるんですけど、陸上はパスしてます。陸上までやると巡回監視にならない。もう居座ってしまって、さっき動けなくなってしまう。琵琶湖の非常に長い湖岸を全部見て回るためには、水際のリスクの高いものしか対応ができないというのが今の状況です。だから、取りにくい陸上のやつというのはまた別のやり方で対応しなければいけないということになりますね。でこのようになんか分散リスクの高いやつが対策がしやすかったということで、残された課題として、分散リスクが低いから後回しになっているんだけれども、やはり駆除が困難で置いとかれているような群落については、それについてはできる限り方法を考えて対策を取っていかなければいけないなということで、石組みの護岸とかですね、人工護岸に石組みをしたところが、石の下に根っこがわーっと伸びてます。これこそクレーンで石のけないと取れないんですよね。根まで枯らす除草剤なんていうのを湖岸ですから使えませんし。ということを考えると、当然やり方としては考えかなり限られてくるわけですよね。で、さらには農地の侵入が起こったりですね。で、大花の場合はもう一つ新たな問題が起こってきました。それは何かというと、遠隔地での出現です。長屋と大花の増え方の一番大きな違い、実はね、同じくどちらも分身の術で栄養繁殖で増えるという点では共通してるんですけど、一つだけ大花にはプラスアルファの要因があります。増え方があります。それは普通の植物と同じように種で増えるということですね。で、種をたくさん数十個含んだ実というのが、これまた水に浮かんでカラカラになってあちらこちらに流れていくわけです。で、流れた先で実が朽ちて、そこから種がわっとばらまかれると、またそこから入る。そういうことですけど、最近の調査でですね、植物を食べる水鳥の糞を調べると、あ、琵琶湖で一番多い種類の水鳥は大判ですけど、大判の糞にはですね、一番多く含まれている種は大花水金梅の種でした。で、それを発芽実験をすると、ちゃんと発芽するということも分かってきました。ということで、鳥が運ぶんちゃうやろかと思っていると、もう、琵琶湖からかなり離れた場所は水の移動だけでは説明ができないぐらい内陸とか
レベルの高い、標高の高いところまで大花水金梅が見つかるようになってきたということなんですね。でこれはどうも鳥によって広げられたに違いないということです。で、まあそんな感じでどんどん広がっていくわけで、一方でですね、保全所を守っていかなければいけない場所、ね、ビオトープですとか、あるいは希少種のいるところもそうですし、あとはですね、新しく吉戸植栽地を作ったそこに入らないようにしていくとかね、そういうためにですね、そのような対策も必要になってくるなということでですね、今やってることは何かと言いますか、ごめんなさい、その前に、農地への侵入ということで言うと、これは長屋鶴のゲートの例がほとんどなんですが、これはですね、ここの内陸の位置で、これが何で入ったか全然わかりませんけど、それ以外は全てですね、逆流によって水路に入って、そこから入ったというふうに考えられています。ね、ということで、湖岸に限られているわけなんですね。湖岸近くに限られているわけです。一方ですね、大花水金梅、右側の例ですけれども、湖岸からはそれと比べるとかなり内陸に入っているというのが見て取れるかなと思うんですけれども、なぜそのようなところに行くように見つかるようになったのかというのは、やっぱり鳥が運んだということが大いにありそうだなということです。で石組護岸なんかではですね、このようにですね、遮光シートを敷いてですね、光を当てないようにして、枯れさせようということを今取り組んでいます。さらに移動を防ぐためにこのようにフェンスを設置しましょうということ。フェンス。このように浮かんでね、浮かんだ障害物を設けてですね、浮かんだまま流れていかないようにしよう。あるいは外へ出ないようにしようということですね。このような対策での取り組みというのを今やっています。あ、これはちょっと飛ばします。まあ、いいかね、とか。で、あとですね、今駆除するのに厄介なことは何かというと、なかなかその土地の管理者と、なかなか協力が得にくい場合があるということです。特に川なんかがそうなんですね。川というのはやっぱり河川管理者が管理しているわけですけど、河川管理者にとって、このような植物がいることはあんまり困らないんですよ。我々がじゃあなぜ困るかというと、その川から、川で増えたやつが増水したりしたら流されて分散するからなんですよね。ところが河川管理上、生えてる植物が流されてくれるんやったら、治水問題は起こらない、洪水は起こらないわけですよ。その植物が木とかヨシとかがずっとそこに生え続けると、流れてきたものをせき止めてですね、洪水するが起こるかもしれない。ところが、大花も長いも水ひまわりもですね、雨降ったら適当に流れるやん。流れてくれるんやったら問題起こらないということで、なかなか河川管理者というのは動いてくれないんですよね。というのが、いろいろと2つ目の黒丸です。土地の管理主体がですね、外来種の直接的被害を受けないことが多いので、なかなか動いてくれない。これはやっぱり何とかせなあかんな、ということです。まあ、琵琶湖についてはですね、今申し上げたような非常に大規模な取り組みをずっと続けてます。これができるのはやはり滋賀県にとって琵琶湖は宝物として大切にされていて、琵琶湖の環境問題ということであれば、やっぱ億を超える金がつくんですね。まあ、もちろんそれは県民の血税でもあるわけで大切に使わなくちゃいけないんですけど、やっぱり県民の宝である琵琶湖をなんとか守っていくというための取り組みというのが、琵琶湖だからできているということかと思います。よく他の自治体の人に言うと、滋賀県は琵琶湖があっていいよねっていうのもよく言われます。ね。ただ、やっぱりそれぞれの地域の宝物をね、やっぱり守っていくという点での外来種対策っていうのは、これからいろいろとやっていかなきゃいけないので、最初に言いましたけども、特定外来生物に指定されてるから、という理由で、どこでも一生懸命駆除しなきゃいけないということではありません。ね。それだけの労力もお金も人材もいません。ね。できることは、その限られたお金ない労力を特定の場所に、特定のターゲットに集中させて、しっかりと効果を上げることです。そのためにはどこで何をしたらいいのかって、ね。今、長屋鶴のゲートバスターズの、ね、高槻であったような、まさにそういう集中的な取り組みの一つです、ね。実際、ね、現場での被害が起こらないようにすると、そこから広がらないようにする。さらには、うまくいけば、そこ、今いる状態からどんどん抑え込んでいこう。ね、水ひまわりでうまくいったように、長屋鶴のゲートでもしっかり抑え込んでいこう。大花水金梅も実は高槻に入ったの、それも今見つからないようになったということですから、大花水金梅でうまくいった。今、長屋で厄介なのは、農地とか吉原に入ってしまっている。それをじゃあどうしていったらいいのかということで、今、すごく頑張っていただいているんですけれども、まあ、そのような体験もですね、実際皆さんが現場でお手伝いに、ね、参加していただけると分かってもらえると思いますので、そういうのも含めて、皆さん方の、
活動を続けていただけたらなというふうに思います。はい。じゃあもうちょっと時間オーバーしましたけれども、あと20分ぐらいということでですね、あとずるずる書いてるのがあるんですけれども、これはまあ質疑応答で出てきたら使いたいなという文字だけのスライドがあと続いてるんですけれども、まあ一応お話としてはこれぐらいにしておきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。ちなみに大花水金はこういう形でまたこれもネット上で見ることができますので、先ほどの琵琶湖放送の特集と、あとはうちの博物館での琵琶湖の力チャンネルという YouTube チャンネルがあって、そこでも紹介してますので、よかったら見てください。少し続けてもいい？はい、じゃあ。はい。なかなか質問とかもしにくいような内容だったと思うんですけれども、じゃあ少しだけもうちょっと続けたいと思います。今回、やっぱりじゃあ、どうやって、ね、外来種問題どうしたらいいのかなっていうことなんですけれども、結局最初に言ったようにですね、いろんな外来種がいるわけで、やっぱり影響のあるものについては対応を取っていかなければいけないよね。で、もう一つ大事なのは、どんな影響かというときに、守りたいものは何なのかということもあるわけです。ね、農業被害とか、健康被害だったら分かりやすい、ね、人間に直接影響があるわけなので分かりやすいんですけど、自然界への影響といったときには、
やはり影響を受ける生き物たちがどれぐらい大切なものなのかなということをやっぱり知ってほしいなと思います。だからそれは何かというと、地域の生き物たちというのが実は自然の遺産としての価値があるということですね。だからそれをしっかりと重み付けをして、対策の必要性を考えていかなきゃいけないということです。で、外来種対策というのはね、よくね、根絶してしまわないと、ゼロにしないと、ずっといるんやったらずっと続けなきゃいけないじゃないか、無駄と違うのかなというふうによく言われるんですけども、忘れてはならないのは、じゃあなぜ外来種対策をするのかということですけど、それはその外来種の侵略性による悪影響をできるだけ減らしていくこと、ね、悪影響が放置できないから対策を立てるわけですよね。あるいは今以上に広げないようにするというのも大事なことでもあるわけですね。だから、やはり予防的な対応というのは非常に大事なわけですね。大事なのは目標設定のあり方です、ね、先ほど言いました、何を防ぎたいのか、被害の何を軽減したいのかということをしっかりと、ね、目標として定めなきゃいけないですし、それは何のためにするのかということですよね。だから目標と目的をしっかりと定めて、さらにそれをどこまで続けていくのか、もし特に、少ない状態で維持しようとなるとずっと続けなきゃいけない。そのためには労力は少ないかもしれないけど、ずっとそれを続けるためにはどういう仕組みを導入しなければいけないのかなということです。だから大事なのはですね、やはり外来種、ね、駆除しようって言ったら、これ実は大抵のがイベントなわけですよ。イベントだからみんなでやろうかってなるんですけど、それこそ月に1回とか、ね、今、長屋鶴のゲートバスターズなんかすごく頻繁にやっておられますけど、ああいう形での持続性っていうのはやっぱり、よほど上手にプログラミングしないとなかなかやっぱり大変なんですよね。ただ場合によってそれもしなきゃいけないし、それを続けることで場合によってうまくいけばゼロにもできて、あとやらなくてよくなるかもしれないし、そうすることによって大半もすることを抑え続けることができるかもしれない。だからイメージとしてね、私よく言ってるのは、この外来種対策っていうのは、まあ、いろいろな場合があるんですけれども、農業に似てるなと思うんですよね。農業っていうのは農地があって、作物を植え、種をまいたり、作物を植えたりしたら、そのまま待ってたら、雨が降って水が供給されて、勝手に作物ができるっていう場合ってあんまりないですよね。やはり、害虫がやってくる、雑草がはびこってくる、そのように、作物を取る、ね、収穫するのに邪魔になる生き物というのが、絶えず入ってくるわけですよね。そういうものを取り除く作業、それが織り込み済みなのが農業なんですよ。まあ、害虫退治もする、雑草取りもする、それでもって作物がまあそれなりに取れるということがまあ多くの場合、ね。あるいはそれをしない自然農法ということをやろうと思って、いろいろと、まあ、乗り越えなければいけない壁とかもあったりするわけで、基本的に、まあ労力をあまりかけずに作物を取ろうとした場合には、どうしても邪魔な生き物との戦いなんですけど、それを織り込み済みね、必要な経費、必要な時間が全部勘定に入って、まあ、農家さんの暦ってのはできてるわけですよね。だから、害虫だってね、いくら害虫駆除したってゼロにできへん、また入ってくるわ、と言いながら、じゃあ駆除をやめるのか、やめないですよね。それは、その悪影響を減らさないと、ちゃんと作物が取れないから。外来種対策っていうのはそういうところにやっぱり似てると思います。だから、根絶できないということを外来種対策をしない理由にしてはいけないということがまず一つです。やっぱりでも動いてくれる、ね、動くのはですね、このようにバスターさんみたいにボランティアで本当に頭の下がる思いなんですけど、動いてくれるのはあればいいんですけども、行政って悪いことにですね、それボランティアを当てにするようなことがあったりして、私それはもう、先ほど言った今、県庁に行ってるんですけど、それだけは絶対やめてって言ってるんですよ。ボランティアさんに協力してくれる、それはもう、それこそもう、全面的に感謝して受け入れるのは受け止めるんですけれども、行政が例えば、今年はボランティアで何件の対策をどんだけの範囲でやれてましょうかと、計画に入れ込むなって言うんですよ。そんな、要は、ね、人々の善意に高乗りするのをやっちゃダメだと思います。そうじゃなくて、確実に自前の労力、自前の予算、自前の体制で確実にできるのはどれだけかということで積み重ねていかなきゃいけないと思うんですよね。まあ、そういう行政なんですけれども、
残念ながらやっぱこういう外来種の事案というのはですね、突然やってきます、ね。そもそももともといなかった生き物がいるわけですから、ある意味、ね、よく言われる想定外の状態なんですよね。それに対してどうするのか。ね、でよく言われるのは、例えば、今、高槻で、じゃあ、首やかつやかめきりどうすんねんって言うと、さすがに、大阪の南の方では相当な被害が出てるので、これはこちらでも増えたら被害が及ぶなって分かるわけです。だから、なんとか対応が取られるんですけど、多くの外来種は、ほんまにそいつ増えたら困るんかな、どうかな、被害も出てへんやんかということで、被害が出ないうちってなかなか動いてくれません。ね。あるいは対策とってもうまいことできるのかな、それが道筋が立たないうちは動いてくれない。いう中で、行政の方々は判断するわけです。ね。一方、ね、一般にこの外来種対策っていうのは多くの場合はですね、自然環境行政の中でやるわけですけど、ご存知かと思いますけど、学生の中でも非常に予算枠の小さな、財布の小さな部局です。お金ないんですよ、そもそも。人も少ない。ね、でそういう中でいくつもの案件を抱えてるね、うつらも私も今経験して言い訳ではあるんですけれども、だから新しく、これ、こんな外来種入ってないけど、どうしましょう、ね、市民、県民から話が来たときどうするかっていうと、今ある予算の枠とか、事業のイベント、あの活動を縮小してでもこっちに当てなきゃいけないのかな。あるいは、予算取ってこなあかんの？この緊縮財政やのに。コロナで今大変やのに。いうことを考えるので、なかなか受けたくないような事情っていうのがあるんですよね。役人も人間ですから、当然そう考えるわけです。だから、やっぱ悪魔のささやきでですね、とりあえず様子見ようかという形で放置っていうことが多くの場合になりかねない方向性です。ね。だから、一方でですね、行政の担当がそれに対して何とかしなくっちゃと思わせるには、それがどんだけ深刻なことが起こりうるのかとか、あるいは守ろうとしているのがどれだけ大事なのかということをですね、しっかりと重み付けすること。そうやって、ああ、やらなければいけないかなという判断ができるような形で、辛抱強く教えていくしかしゃあないと思うんですね。だから、ここに来ていただいている皆さん、ね、非常に環境問題についても、関心が高くていろいろな活動されている方々が多いと思いますので、ある種ですね、皆さんは自然の価値が分かる方々だと思います。ある意味、自然のお宝の鑑定ができる人、あるいは自然の生き物たちを代弁してくれる人たちだとも言えると思うんですね。だからそういう人たちの、そういう価値観を持った人たちが何をすべきかというと、やっぱり私たちもですね、その外来種がこれが問題や、あ、これはどこどこで問題を起こしているんですか、こっちでも問題やっていうのは、ある意味根拠を持って言えるわけなんですけれども、でもそれ、だからやった方がいいことであることは分かるんですよ。でも、さまざまな、社会というのはさまざまな価値観、あるいはさまざまな目的でお金がいる。そういう中で、どうしてもその目的、あ、そのようなさまざまに、並列している価値観の中で、こちらを絶対やった方がいいことだけじゃなくて、やらなければならないことだ。いうふうに判断してもらうためには、やはり相当な努力をしないと動けないわけですよね。ただ行政を担当しても動こうとするには、そういう論拠が必要なわけですよ。やっぱり財政と交渉してお金取ってこなあかんわけですよ。だから自分のも他の部局にこっちをちょっと我慢してこっちお金ちょうだいってやらないかんわけですよね。そのためになぜそれをしなければいけないのは、担当レベルでしっかりと理解してそう動かさないと動かないんですよね。ところが、専門家っていうのはなかなかね、わがままで、私も今思えば反省することしきりなんですけど、ずっと研究者っていう立場でおって、行政にいろいろ説明するんですよね。なかなか動かないんですよ。で、二言目に出る言葉は何か。行政はアホや。担当者分かっとれ。多分違うと思うんですよね。半分以上分かってると思うんですよ。分かってるけど動けへんな。もう一歩、どういうかな、サポートが欲しいなと、ね、論拠としてのサポートが欲しいなということが、やっぱり多いんじゃないかなと、今こちらの立場に来てみると思います。ね。だから、やっぱり担当者としてね、合理的に周りを納得させてもらうために、自信を持っているような形で、担当者を応援してあげるといかんのかなと思います。だから、理屈だけじゃなくて、感性に訴えるようなのも一つの重要な点ですし、アプローチを工夫して、やっぱりそのような担当がしっかりと、これをやらなくっちゃと思えるような形での辛抱強さですよね。というのがやっぱりあの行政との交渉で必要じゃないかなと思います。でそのためには一つやっぱり重要な要素としては、守りたいもの、
これはやっぱりしっかりと私たちとしても理解しておかなければいけない。それは何かというと、地域にもともといた生き物たち、ね、外来種と在、ね、外来種と在来種を比べたときに、なぜ在来種が大事なのかなということは、どういう論拠なのかなということですよね。その地域にもともといた生き物たちがなんで大事なのかな、なんで大切なのかなということです。それは、そこの場所で、何千年、何万年、あるいは何十万年にもわたって生きてきた生き物たちですよね。だからその地で生活していくことに失敗しなかった、うまくやってきた生き物たちなんです。だから、それぞれの地域に、環境には適応した生き物たちでしょうし、あるいは生き物同士の組み合わせでもですね、餌となる生き物を食い尽くしてしまうような、あるいは逆に食われ尽くされて滅びてしまうような生き物は残ってないわけですよね。だからある種、調和的な関係が築けるような生き物たちの顔ぶれが選ばれてきているわけです。ね、ですから、在来のその地にある生物の多様性というのは、将来にわたってもですね、持続的に存続してくれる、あるいはその生物多様性がもたらす生態系サービスを私たちに与え続けてくれるような、そのことが保証されている、要は私たちが頼りにしていくのに頼りがいのある存在なんですよね。だからある意味歴史の試練を得た安全保障とも言えると思いますね。だからそのような安全保障的な役割を担った自然の遺産、歴史的な背景の遺産、宝物として大切に守って次の世代へ引き継いでいくのが賢明な対応ではないだろうかなと、ものすごく頭でっかちなんですけれども、多分そういうことは皆さんも ご理解いただけると思います。だから大切さに共感するためのヒントなんですけど、やはり背景には歴史があるんだということですよね。だから私たちは長い歴史を持ったものとかですね、寿命の長い生き物たちに対してはですね、なんとなく畏敬の念を抱いてくると思うんですけど、これはやっぱり時間というものがですね、私たち人間にはどうすることもできないというところにもあるのかもしれませんけれども、実は私たちの身の回りのそれぞれの地域の同じ種類、ある特定の生き物たちが持っている特徴、ね、その地域に適した特徴とか、あるいはその地域で生活している生き物たちの組み合わせっていうのは、すごくそういって歴史的に選ばれてきているわけですよね。ところが一方で生き物たちっていうのは常に今一緒に生きている存在でもあるわけです。ですからその背後にそんな歴史的にすごいお宝を秘めてるなんていうのはなかなか思いつかないわけですよね。だから難しいんだけれども、やっぱりそういう意味ではですね、やっぱり私たちのここにおられるような方々はそれね、そのような価値観も理解いただけると思うんですけれども、やはり自然の価値、生き物たちのその大切さというものをですね、しっかりと評価できる人たちが必要かなと思います。で、そのような人たちがですね、お宝鑑定をしっかりするわけですね。それで、その地域の生き物たちの持つ歴史性に根ざした大切さ、これをですね、一般の人たちにどんどん伝えていく、あるいは行政の担当者にも伝えていくということが必要じゃないかなと思います。はい、で、これは最後です。ですね、まあ、こうやって皆さん出てきていただいてお話を聞いていただいたわけですけれども、よく言われるんですよね。じゃあこれからどないしていったらいいですか、私たち何ができるでしょうね、よく聞かれます。はい、私はその時いつも答えるのは決まってます。簡単です。そんなん自分で考えてください。だってそうでしょって話ですね。今日はですね、例えばこのアクアピアの上にいっぱい鯉がいるいてるブラックバス泳いでるとしましょう。誰か掘り込んだね。確かにね、アクピの池にバスおったらかっこ悪いからすぐ取らはると思うけど、おってもあんまり影響ないですよね。ところがどっかの絶滅危惧種の卵を保護してる池にバスが一匹でもおったら、それやばいんですよ。その違いは何かなっていうのは、要は その魚が、バスという魚がどんな性質を持っていて、どんな生き物に対してどんな影響を与えるかっていうのが分からないと判断できないですよね。あるいは食わやられるかもしれない側の生き物がどれぐらい貴重なのか大切なのかを知ってないと、さあそれをすぐに今自分が言ってでもやらなきゃいけないのかっていう判断もつかないですよね。要は対応しなければいけない、した方がいいことはいっぱいあっても、しなければいけないのはどれなのかっていうのを、それぞれ皆さん
日常生活の中で考えなきゃいけないわけですよ、ね。それには何が必要かと言いますと、要は価値判断の物差しを皆さんの中で確立させることなんです、ね。だからそのための努力はいろいろ私たちもできることでお手伝いはしたいなと思いますけれども、考えるのは皆さん自身です。皆さん自身がいろいろとちゃんと考えられるような形のお手伝いは少しでもできたらなと思います。まあちょっと極端なんですけど、イメージとしてはお金とか時間についてはですね、皆さん、それなりにやりくり、いや、痛い思いもしながらですね、やりくりできるようになってるわけですよね。例えば時間っていうのはオーバーブッキングしたらどうにもならないわけでね、自分たちのスケジュール管理っていうのは、忙しい人もいれば、暇で仕方がない人もいるかもしれない。けれども、同じ時に同じ、ね、別々の場所で別々のことはできないなということは分かるわけですから、そうやってやりくりするわけですよね。お金なんてもっとシビアかもしれない。いっぱい蓄えが効いたりして、また別の事情もあるんですけれども、お金もそれなりにやっぱりやりくりしていかなきゃいけないわけですよね。で、そのためにはいろいろな情報を持ってないとできないんです。ね。将来どれぐらいかかるかなということも含め、将来計画まで含めていろいろ情報がないと判断ができないわけですよね。で、野外の自然の周り、私たちの周りの生き物たち、あるいは外来種について、なかなかそういう情報は持ち合わせてないので、判断がつきにくいということが多いと思うので、やはりそういう情報を皆さん自身が、こういう問題に関心があるので、ね、積極的に情報を得るための努力をしてほしいなと思います。今ネット社会ですが、いろんな情報が集まります。もちろん、玉石混交です。ね。で、もう一つ大事なのは、そうやって情報を集めて、自分はこうやろうなと思ってたことが、別の情報が入ってきたら、ごめん、今まで間違えてたから、全く違う。ほっといてええやんと思ってたの、すぐにでも駆除せなあかんようになるじゃないかと思うかもしれない。全然構わないです。要は、自分自身が変わる場合って当然あるわけです。でもそれを、変わったことをちゃんと説明できるのであれば、どんどん説明しながら、維持をどうするんじゃなくって、どんどん変わっていってもらったらいいと思います。そうやって進化していくっていうのも大事なことだと思います。で、まあ一番のポイントというのはですね、私たち人間というのがですね、今いろんな環境問題がありますけど、それっていうのはほとんど全てですね、私たちのいろいろな振る舞いが、いわゆる自然の枠組み、野生にいた私たちの祖先のホモサピエンスという種類がですね、これだけ科学技術とか文明を発達させてですね、いろいろな活動がものすごい地球規模に行われるようになってしまって、自然の枠組みから大きくはみ出してしまっているということです。すなわち私たち自身がとても不自然であると、不自然な行動をしているんだという、生活をしているんだということを、やっぱりその不自然さをしっかりと気づいて、やっぱり日々何とかしなあかんなと思っていくことっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思いますね。ということが、まあ、私から、お知らせする、まあ、最後のメッセージかなと思います。はい、ちょっと、チャイム鳴ってしまいましたけれども、まあ、ご質問なかったので、今、喋らせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。